今日は春の選抜高校野球決勝戦です。お天気アプリウェザーニュースからそんな甲子園球場のお天気確認していきましょう。ここ検索、虫眼鏡の絵文字を押していただきまして、甲子園球場、こちら5分ごとから1時間ごとのお天気変化も見ることができます。決勝戦は12時30分からということですが、お天気はバッチリ問題なさそうです。ただ気温はぐんぐんと上がっていく予想ですね。日差しも届きそうです。応援に向かわれる方は日焼け対策などで帽子などがあると活躍するかもしれません。選手の皆さん頑張ってください。